ジェイソン・ライトマンは、カナダ及びアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。カナダとアメリカの両方の国籍を持っている。ケベック州モントリオールで、父親で映画監督のアイバン・ライトマン、母親で女優のジュヌビエ・エブロベールの間に生まれる。妹のキャサリンとキャロラインは女優である。父は、ユダヤ系であり。 チェコスロバキアで生まれたがホロコーストから逃れてカナダに移った。また母はキリスト教徒でフランス系カナダ人である。子供の頃に一家でロサンゼルスに移った。ジェイソンは自身の幼年期をハイボク者で映画オタクでシャイだったと語っている。1980年代後半に父親の作品にカメ出演をし、また 制作アシスタントとして活動を始めた。彼は父の映画の編集室で多くの時を過ごし、プロセスを学んだ。1995年にハーバードウェストレイクスクールを卒業した。高校で彼は総高飛びの選手であった。大学は南カリフォルニア大学に進み、卒業した。2007年のトロント国際映画祭にて、 1998年公開の短編映画、オペレーションで、脚本家としてデビューし、同作品は、サンダンス映画祭にも出品された。その後も、短編映画を、制作2000年に入ると、コマーシャル制作会社テイクパートナーズと契約し、ホンダ、ニンテンドー、デニーズなど、多数の CM を手掛けた。2005年、 クリストファー・バックリーの小説、ニコチン・ウォーズを原作とした、ライトマンの長編映画第一作目、サンキュースモーキングが公開され、全世界での興行収入は3900万ドル以上に達した。また、批評的にも成功し、インディペンデント・スピリット賞では、脚本賞を受賞し、ゴールデングローブ賞でも2部門で候補に上がった。サンキュースモーキングの成功後、 ライトマンは次回作は別の本の映画化であるとインタビューで語った。また彼はオリジナル企画でバックリーと共作する計画があると述べた。前者の企画は最終的にマイレージ、マイライフとなったが、後者は2011年10月時点で未だ実現に至っていない。第2作、ジュノ、ジュノは2007年のトロント国際映画祭で、 プレミア上映されて高い反響を得て、同年12月に公開された。同作は批評家に絶賛され、同年のアカデミー賞では、作品賞などの候補となり、ライトマン自身も、監督賞で上がった。ライトマンは、その他にもカナディアンコメディ賞の監督賞など、多数の賞を受賞した。ジュノ、ジュノの北米での興行収入は1億4000万ドル以上に、 発し、彼のキャリアで最大のヒット作となり、また、キンダガートンコップ以降の父の作品のどれよりも、成功した作品となった。2009年公開の、マイレージ、マイライフでアカデミー監督賞、脚色賞に、ノミネートされた。2004年に、脚本家のミッシェルリーと結婚し、短編映画、コンセントの脚本を、共同執筆した。2006年にが長女が誕生した。 2011年に離婚を申請した。ありがとうございます。